高大取名は、新末民発の学者。中国の伝統文化と西洋の言語、文化の両方に精通しており、西洋人に東洋の文化と精神を称揚し、大きな影響を与えた。字の余生は、英語名のトムソンから来ている。1857年、イギリス海峡植民地のペナンで生まれる。父親は、福建省出身の中国人で、ゴム農場の管理人。 母親はポルトガル人である。1867年、ゴム農場オーナーのブラウンに伴われて、スコットランドへ渡る。1870年、ドイツに留学。イギリスに戻った1877年に、エジンバラ大学に入学し、西洋文学を専攻した。1877年に卒業した後、ドイツのライプツィヒ大学で土木工学を学び、 さらにフランスのパリ大学で法学を学んだ。1880年、ペナンに帰郷。翌年に、馬立正と会って3日間話し込んだ結果、思想に大きな変化が現れ、植民地政府の仕事を辞めて、中国文化を学ぶようになった。1885年、清に趣張きりのほらの外国語担当の秘書を20年間、務めた。この間四書の、論語、中庸。 大学を英訳している。1905年、上海広報校春節局の局長となった。1908年、戦闘帝が即位すると外交部次郎に任命された。1910年には、上海の南洋工学監督となった。1911年の新外革命後公職を去るが、1915年に北京大学の教授に任命され、イギリス文学を講義した。 しかし1923年、学長の再現場が免職されるとこれに抗議して辞任した。1924年から日本で講演活動を行い、1927年に帰国。翌年に北京で死去した。ありがとうございます。